えつまり骨が変化しましたそれは制服なのか婚結なのかそれとも変化したのかっていうのはですねどうとも言えるのでもうこれはですね骨をいくら見比べてもですねわからないんですよわからなかったんですけども1980年代に DNA の鑑定が始まってこれも全部答えが出ましたまずね縄文人がいましたこれは北海道から沖縄までいますそして大体 5,000年ぐらい前から大陸からですね米と一緒に人が入っていくんですよこの人たちがですねどっから来たかっていうのはこれもね長い間朝鮮じゃなくて南中国のですね長江の流域 だから今の上海とか南京とかの辺あの辺の人たちがですね米持って渡ってきたんですよそれも DNA で分かったのそれは人口ののと米のですすぴっったり合ってますあちなみにあの私ですね自分のルーツを探ると思ってですね DNA 鑑定しましたで今そういう会社があってですね唾液を取って送るとね1ヶ月ぐらいで出るんですよこののミトコンドリアっていうのは 母方から受け継ぐんですよ。だから、うちの母ちゃん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 の何十年、何十代前の母ちゃんは、えー、どこにいたかっていうのが出ました。はい、ここでした。宮 <laughs> 中国。うちの母方のそうこっちです。ということなんで、もうこれは揺るがないですね。ここ入ってきてですね。で、九州から瀬戸牛で近畿地方に入ってきて、で、ここに弥生人が入っていくんです。あ、ただね、これちょっと注意します。もともとね、向こうから来た、 弥生人とそれからその縄文人があ米っていいじゃんって言って弥生文化にこうを受け入れた人がいるんですよでその外来の弥生人のことはですねトライ系弥生人って言いますトライ系弥生人っていうのは大体九州とか山口にいっぱいいてほぼ南中国と同じです遺伝子はそしてですねこの弥生文化っていうのがまあ大体東北まで行ってここで止まっちゃうんですねなぜかというと北海道は米ができなかったから。 それからあと沖縄ね沖縄もあそこほら山岳州だからね砂が多いから米に向かないんですよねということでこの北海道と沖縄には縄文系の人が残りましただから DNA がわかる前に言われていたこの3番の骨結節のねが大体合ってるんですよ沖縄の人はほぼほぼ純粋な縄文系の人なんですけどもアイヌについてはいこれも 正体が分かりました DNA でいアイヌっていうのはです、ね、純粋縄文じゃなくてですね樺太の方もっと北カムチャツカ半島とかあっちの方から入ってきた別の民族がいるんですよ。これあのオホーツク人っていってあの全然違う系統です。ウィルタとかですねオロチョンとかですねそういう狩りする民族ですね。でこれがこう北から入ってきて縄文人と混ざったのがこれがアイヌです。このアイヌが北海道に 渡ってきたのはなんと鎌倉時代で平安までアイヌは日本列島にいなかったんです。だからアイヌ先住民族説は嘘です。<music> それで日本周辺の各民族がすべて混血します。全て根欠しますべて混血するんだけどその割合が割合が。あでねさっき言わされたんですけども、ミトコンドリアは母方をたどっていきます。に対してこの各 細胞核ですすね核の中のの中 DNA いうのがありますでその中に男か女かを決める DNA があってでこれ聞いたことありますかね。XX XY がが女子になるとで XY が男子にななるるとつまり Y 染色体っていうのは男しか持たないんですよ。ってことはあなたの Y 染色体はあなたのお父さんからもらったのそのおじいさんからもらった。 ひいおちでもらったんで、この y 染色体を取っていくと、父方にずっと遡っていくんですね。ミトコンドリアは母方なんですよ。で、さっき僕が、えっ、ー、と、明治中国から来たっていうのは、その母方なんですよね。大体、その母方をたどっていく。ミトコンドリア D. N. A. は、まあ、例えば、東アジアは同じですよっていうのが出るんですけれども。父方をたどっていく y 染色体っていうのはですね、y D. N. A. っていうのは。これがね、ばらんばらんなんですよ。イリンビラってんですよ。なぜかというと。 男は旅をするんですよまず狩りに行きます山にねそれから海に出て後悔しますねあるいは戦争に行きますね男がブワーッと移動していってそして何が起こるかというと移動先の女性に子供産ませんですよ特に戦争でそうすると敵の部族の男は殺してで女を奪って妻にするっていうことが 当然のように行っていたんで何千年も。ということはその征服者の Y 染色体遺伝子がばらまかれるんですよ。それでですね、これ恐るべき事例があってですね、北中国から中央アジアから中東にかけてですね、1600万人が同じ Y 染色体を持ってるんですよ。ということは、ある人物のばらまかれた。これ誰でしょうか これがですねチンギスハンなんですよだからチンギスハンとあの一族がもう侵略しまくって殺しまくって女を自分のものにしまくった結果その遺伝子がばらまかれて今1600万人がチンギスハンの血を引いているっていうことですこれ恐ろしい話でもう一個例を挙げます南米のペルーのケースですけれどもペルーの先住民族の Y 染色体のですね95%がヨーロッパ人でした この意味するところはペルーっていうのはかつてのインカ帝国ですそこにスペインがあのピサロがなだれ込んできて男は殺しまくってですねで女を結果こうなったんですですからこの Y 染色体っていうのは非常にですねそういう過去の戦争とか暴力の痕跡をとどめてるんですね。そこでじゃあ日本人の y 染色体を調べたら 日本が過去にどういう民族によって制圧されたか分かりますよねで調べてあるんですでもうそうするとですねこれまたですねアアジアの中では得意な結果が出ました日本人の Y 染色体父方ですねの大体ですね半分が縄文人でしたそれで地域によりますけども大体ですね4割ぐらいがここです南中国です で残りの1割ちょっとが北中国ですでさっき言ったようにこの弥生の人たちが入ってきたのはこれは征服じゃなくて移民ですからねだからうまく混ざったんですよ喧嘩しないで。あそれでね弥生系と縄文系がいつ混ざったかっていうのも分かっていてですねこれがですねなんと古墳時代でした。 わかります。つまり弥生系の人が入ってきたのは5000年前なんですよ。それで、えー、古墳時代っていうのがまあだいたい5世紀前後ですから今から1500年前。だから3500年間は山の方に縄文人がいて平地に弥生人がいて一緒にいたんですよ。たまに縄文人が山から降りてきておえ物取ったぞとか持ってきてで弥生人がああじゃあ米と交換しようぜとか言ってで交換してですねであ 君の妹可愛いねとか言ってちょっと付き合わないとか言ってでだんだん混ざっていくんですねこういう感じであのすごくねなんかのどかだった日本列島ってのは。<laughs> 特定の誰かがガーッと攻め込んできてあの攻めまくって殺しまくったっていうことはないんですよ。 昔これもですね騎馬民族征服を調節っていうのがあって東大の江上奈美先生って方がですね北方騎馬民族が朝鮮半島から日本に攻め込んできたんだだから古温時代にはバグがいっぱい出るんだって言ったんだけどもこれも完全な間違いでした。これと比べて中国や朝鮮半島の方たちの Y 染色体を見るとですね北中国人が圧倒的なんですよ。つまり えっと中華帝国によって何度も何度もこう攻め込まれてるってことですね。そしてえっ、ー、と中国や朝鮮半島の人たちの遺伝子デの中には縄文人の痕跡はほとんどないです。そしてさらに面白いこと、縄文人と同じ DNA 持っているのはなんとチベット人でした。これ驚愕ですよね。あんなに遠いのに縄文人だったっていうことですよこれ。要するにということはどういうことかというと多分ですよ。 多分アアジア全体に縄文人と同じ遺伝子が広が広っていたところが黄河の流域で文明が起こってね騎馬戦法とか言って周りを攻め込み始めてですねそれでこう分断すするんですよ中国大陸のほとんどや朝鮮半島は彼らにやれたんだけども中華帝国が攻め込めないところがあってそれが海の向こうの日本列島とチベット高原なんですよ。 だから日本とチベットってのはそういう意味でアフリカを出てもうそのままつながってるような古い DNA を保ってるってことでこれはねもうあの世界遺産レベルですもう日本人の存在自体が世界遺産レベルですこれはだと思いますなので皆さんあのこの番組はですね日本をかっこよく日本をかっこよくいやもともとかっこいいってもともとかっこいいですよねいうことが分かりましたこれはあのサイエンス科学ですから 新しい証拠が出ない限りこれはひっくり返らないですね僕はいろんなところであのこういう話をしてるんですけども日本がたまたまこの島だったっていうことがものすごくラッキーだったんですよだから大陸の方から攻め込まれないから民族交代が起こらなかったからだから王朝交代もなかったんですよそういうことなんですね他のユーラシタ大陸はすべて王朝交代してますからでそのたびに殺戮やってますからね なので、まあここもちょっとね、直した方がいいと思うんですよ。アフリカを出たホモサピエンスがずっと東に渡ってきてですね、日本列島に着いたのがですね、だいたい三万八千年前。これあの遺跡出てます。なので、まあこれですよね。これがまあ当時はその石,石器時代、石器人ですけれども、これがゆっくりゆっくり農業を 初めて縄文人になったのでまあここもゆっくりゆっくり根血したので今の僕ら本土に住んでる日本人の約半分約半分が縄文系ですから。っていうことは当然弥生人も半分は縄文と混ざっていたってことになりますから。 だからこれず,ずっとこう繋がってるっていうことですずっとず,ずっと繋がってる生物としての日本人の起源についてお話をしましたこの番組見てる方たちの中でいやそんなはずはないとね人類は日本列島に始まったはずだという説唱える方はあのそれはそれで面白い説で僕はいろんな説があっていいと思いますでただしサイエンスでねアフリカから始まったってことはもう 確定しちゃったのでだから日本から人類が起こったととかでる方は科学的に説明証明するためにはやっぱり証拠はないとダメなんでだからアフリカで見つかったホモサピエンスの一番古いものよりも古い人骨が日本列島で見つからなければダメですこれはそれは証拠なの中です本当にこの人類学というのはものすごい日進月歩で進歩してますのでだってこんなこと 僕ら教わってないですよ学校でもうここ10年ぐらいですのでまあ、10年後にはですねもっとすごい発見があるかもしれません今回は日本人はどこから来たかというテーマでお話をしました結び大学模木誠でした日本をかっこく